てかメト結局メトンだったんだ。あ、そうだよ。よく気づいたね。なんかさ、名前、バロの名前変えたいんだけどさ、なんか決めてよ。ちょっと待って、むずいな。かわいい名前ってこと急に今うーんって考えたけどちょっと笑い出たわ。むずいなと思って。別に何でもいい。何でもいい。何でもいいよ。メポ何メポって。え、なんかこの前メトの配信入れて何々メポとか言ってたから。あ、違うのか。そう、メトの配信入れて何々メポってきついなって思ったからそのきつさを背負った方がいいんじゃないかなって。え、それはひらがなでメポってこと？いや、でも P 可愛くない？ P。ああ、え、 MEPO ってこと？誰だよ。え、じゃあ小森メトっていう主張は残したまま名前変えたいってこと？いや、小森メトってなんか漢字なのダサいなっていう。じゃあ普通にメトにすればいいやん。じゃあなんか別に小森メトっていう名前自体はいいんだけど全然ダサくないんだけど、バロラントでその名前かみたいな。そう、じゃあだからローマ字でメトにすればいいやんじゃ。いやなんか可愛いのにしたいじゃん。いいじゃん、3文字でメトで。 MET で。3文字でメトってどういうこと？ MET で。あー、そういうこと？メトってことね。うん。じゃあ逆にメッポは？じゃあメッポでいいやん。じゃあ決まってんだったらそれにしない。なんでそんな面倒くさくんの？いいじゃん、決めてくれたって一緒に。いや、言ったのがメポでいいやんって。え、一緒に決めてくれたっていいやん。いや、前うちがメポって言ったらなんか母みたいな感じだったのにさ。じゃあ分かった、メポにするよ。じゃあメポにするの。ほんまやん、メポにするって言ってたのに。二度と聞くなよ、お前名前。なんで、いや、メポにするって言ったのに。そうだよ、みんながだって結局じゃあもうメツでいいやんみたいな言ってたじゃん。いや、うちメポでいいやんって言ったよ。でもレイドくんはメトでいいやんって言ってたよ。まあ俺はね。じゃあレイドさんを選んだってこと？違う違う、ってそういうことじゃないじゃない、まあ、そうなるよ、ね、メポってこと。そういうことね。お前もそっちだったんだ。じゃあメトだとメポだと誰か分かんないかなって。だってきついって言われてたしな、いちのせに。まあそれも込みでだけどね。まあいいよ。仲良くやろうよ。スタンキューね。スタンキュー。